川ジャンプは少年ジャンプ、少年向けの、あ、編集長がいますよ。あ、どうも編集長映していいのかな。あ、ありがとうございます。ウルトラジャンプにってどういう雑誌ですかって。ウルトラジャンプはジョジョリオンだけじゃないっていう。あ、ジョジョリオン。私ジャンプしか知らなかったです。出演者には少年ジャンプの雑誌以外にも、週刊ジャンプ、週刊ヤングジャンプとか、その年齢層によっていろんなジャンプっていう名前のつく雑誌があるんですね。でその中で、月刊で、やってるウルトラジャンプなんですが、月刊のジャンプのつく名前の雑誌もいくつかあるんですが、それはなんとなく、チラシのハケは、そうですね、ジャンルがどういうふうに分かれているかっていうのは非常に難しいんですけれども、基本はやっぱり人気のある漫画家さんに惹かれて、そういう物語を書きたい、そういう書きたいという人たちがそれぞれ集まって、それぞれの雑誌のカラーをテイストを作っている感じです。はい、なるほど。たくさんのジャンプがあって、読者の年齢によってまずいろんな種類のジャンプがあって、でさらにその各ジャンプで、月刊のジャンプにはやっぱ人気のある作家さんがいて、そこに、その漫画家さんに憧れる新しい漫画家さんが集まってきて、それぞれのジャンプの雰囲気を作っている。ありがとうございます。